はい、いつもお世話になってますアバブバイクストア須崎です。今日はですね、はい、夜なんですけど、4月の8日、夜10時に、動画を回し始めてます。なんでこんな時間に回し始めてるかというと、4月の9日0時になった瞬間から、日本ではスイフトインダストリーズの新色ティールが販売開始になります。はい、そのために、前もって、はい、動画を回させていただいてます。今日はスイフトインダストリーズの新しいバッグのカラーリングと、ちょっと生地が変わりましたのでご説明しようと思います。はい、今日はスイフトインダストリーズの、新しいカラーリングティールのご紹介です。ティール以外にも、継続でコヨーテブラック、はい、このお色があります。コヨーテブラックは非常に人気が高いお色でして、まだ、一昨年、作っていた、グリーンカーキみたいなお色ですね、はい、そちらも少し若干ですけれども、在庫を持っております。で、新しいまずモデルが発売になりました。で、この、はい、ガスタンクみたいな形のものと、あとナルゲンのボトルが、1リッターボトルが入るモデル、両方ともハンドル周りに、ハンドルとトップチューブ周りにつけるような、そういう風なデザインなんですけれども、はい、フィーリングとして、まあ、マッチするんじゃないかなっていう、はい、形になっております。少し俯瞰からいいですか。はい、こういう風なデザインになっております。この、フィードポーチ、サイドキックポーチ、いろいろあるんですけれども、この形はね、ギビーですね、ギビーステムバッグって書いてあります。8000円の消費税です。これは結構大きなものが入れやすいんじゃないかなと思います。はい、でこういうふうにまた例によってこれを引っ張ると、あれ、こう引っ張るとこうか、こう引っ張ると入れられる、そういう風な作りです。で、このバッグ、こういう風に今ちょっとあんこしてあるんですけどね、出すと、はい、こんな感じです。うん、この止水テープで止まってて、はい、雨の侵入とかを防いでくれます。はい、このバッグの名前がモキシっていう名前です。はい、でこちらは7000円の消費税、7700円というふうな感じになります。ご覧の通り生地の生地感が少し変わりまして、新しいモデルはこの2つで合ってるのかな、はい、です。2つが追加になりました。で、僕たち全部の形をやってるわけじゃなくて、実は日本に入ってきているモデルの中でも、3つぐらい、入れてないモデルがあるんですけれども、それ以外はある程度こうラインナップ増やしてやらせていただいております。で、今回の、はい、今まで使ってた、スイフトインダストリーズといえば、X パックの生地で、作られていたと思うんですよ。で、X パックではなくてエコパックっていう形に変わりました。で、形というか生地に変わりました。
エコパックも名前の通り想像していただければ分かると思うんですけれども、リサイクルのナイロンを使って、リサイクルのポリステルか、リサイクルのポリステルを使った生地で、生産されているのがエコパックです。エコパックって、やっぱりエコってつくだけあって、はい、意識が高い方だったら絶対こう意識してる部分で、よく最近聞く、持続化可能なサスティナビリティ SDGs、 いろんな言い方しますよね。意識が高い方はやっぱりちゃんと分かっていらっしゃる方が多いと思うんですけれども、そうは言ってもっていうところももちろん自分でもよく分かってますよ。分かってはいますけど、自分がどうありたいかなと思うんですよね。で、こういうふうな生地を使って自転車に乗る、もうそれだけで十分こう活動に参加してるとは思うんですけれども、はい、今までは生産者が買ってくださる方のことだけを考えて、ひたすらこう値段を買いやすい値段を追求してとか、分母を広げるために値段の安いものを作ってっていうふうなところにだけフォーカスされてたと思うんですけど、持続化可能なっていう言い方ってちょっと、違うと思うんですよ。ビル・ゲイツがいろんな人たちに慈善団体に寄付をしたりとか、彼の意思が踏襲される場合ももちろんあるとは思うんですけど、慈善団体に寄付をされたとしても、彼が亡くなってしまったり、したら、その意思はちゃんと受け継がれるのかなとか、そういう部分がやっぱり持続化可能っていう風な部分でのビジネスの中に取り入れた形で、継続した形でやっていくっていうのが、一つ大きなキーポイントになっていて、作る人と買う人と環境問題と全部パッケージになってるのがこの、エコパックっていう風な一つの結論になってるのかなって僕は思ったりします。はい、なんか耳障りがいいことばっかりじゃなくって、みんなで一緒に参加しながら地球の負荷を減らしていくことをちょっとだけ考えてみませんかっていう、少し意識しませんかっていうふうなことが、こういうふうなエコパックの形に具体化されていって、彼らがこういうふうに取り組むことで、いろんな会社も意識してくるんじゃないかなっていうふうな部分だったりするのかなって勝手に思っています。生地がエクスパックがダメっていうことじゃなくて、エコパック作ってる人ってもともとエクスパックの生地を作ってた人なんですよね。なのでその中でも中心人物だったりするんですよ。で、強度もむしろエクスパックもエコパックも同じぐらいの強度を持っていますし、少し防水性能が増してるっていう話も、実はエコパックの方が防水性能が増しているんじゃないかっていうふうな話も実はあったりします。なんかいろんな使い勝手があるんだと思うんですけれども、エコパックとエクスパック、エクスパックの方がこのね、なんていうのかな、こうリップストップっていうのが中に織り込まれて入ってるんですけど、リップストップが、エコパックの方が、四角、真四角に近い、正方形に近いで、エクスパックの方がダイヤ目ですね。バイアスがちょっと角度がついててダイヤ目になってる、そういう風な違いがあります。で、エコパックのタイプはほんのちょっとだけ値上がりしています。で、物によっては5000円ぐらい上がってる、ジュニアレンジャーバッグのパニアとかは5000円ぐらい上がっちゃってるんですけど、人気があるこのパノマとかゼゲストとか、カタリストとか、これはケストレルとか、こういうものに関しては大体おおよそ、何百円とか何千円とかの、何千円までいかないですねぐらいの値上がりの幅で、住んでいるようです。はい、で、
しっかり私どもの方でも在庫しておりますので、ぜひリンクの方から発売と同時にパッとなくなってしまう可能性も秘めておりますので、特にこういうふうな明るめのねお色って、はい、久しぶりなんですよね、はい、というところで、緊急で YouTube を回してご説明させていただいているところでございます。はい、ああ矢継ぎ早にいっぱい喋りましたが伝わりましたか。なんかちょっと思い出したのはグランデューロとかで、このスイスインダストリーズのクルーに僕追い抜かれてるんですよ。下りでね、あのマウンテンバイクとかでギャンギャンこう来るんですけど、あのブレーキをギャーギャーって言わせながら、あの後ろでこうシングルトラックでもうちょっと早くスピード出してみたいなプレッシャーを感じつつ僕はあの一緒に走ったことがあるんですけど、うん、あのシェラビュートって言ってシェラ山脈の、中をグランユーロは走るんですが、あのその山脈の中を走ってる時にその山脈の近くでその次の年かなんかに大きな大きな山火事がカリフォルニアで起こったんですよね。でそのカリフォルニアで山火事が起こったりとか、自分たちがよく走ってる場所が消失してしまったりとかっていうので、その原因の一端を実は担ってるのがその環境問題だったっていう話も実はあるんですよ。なのでスイフトインダストリーズのこの、はい、バッグを作ってるクルーたちは、まあ、なんかこう意識せざるを得ないというかすごく意識した一幕があったんだと思うんですよね。で素材の丈夫さであったり軽さだったり、形の崩れなさだったりとかいろんなものがあるんだと思うんですけれども、今回今の段階では、最もこう具現化しやすくて、彼らの、一つの結論としてエコパックっていう風な素材を使っているんだと思います。まあ、素晴らしいなって僕は解釈しました。はい、で、生地が変わってるものとエクスパックのものパッと見よくわからないな、どっちかなっていうのは今生地の感じで、違いをはっきり、まあ、僕らは見慣れてるのでわかるんですけど、ちょっとパッと見よくわかんないよっていう方はここを見ていただければわかると思います。この辺とかはねよくよくこう透かしてみるとやっぱ正方形だよね。この見えるカメラで、うん、っていうか、うん、ちょっとはっきり出てるこっちのが。そうね、このあのこれは前回のやつ、ちょっとつるっとしてる表面に光沢が少しあって、でこのダイヤ目わかりますかねの角度がある程度ついてるやつで、このリップストップの糸が黒です。こっち側ね黒ではない気がするんですよね。はい、まあ、この辺りの違いが、はい、実際に店頭で見ていただくと分かると思います。でゼーゲストとかあとこのケストレルとか、パロマはついてないのか、あとは、カタリストとかになってくるとここがねもう変わります。これこれ見てください。これねスイフトインダストリーズ専用の、ボレーストラップ、ここに、はい、アイコンが入ってるんですよ。これがついてるやつはエコパックです。はい、でこのストラップだけでも買えます。おいくらでしたっけ。1200円と1500円ぐらいだったかな、ね、これだけでも買えます。お色は黒しか今のところありませんけれども、これからどんどん増えてくるかもしれませんね。はい、いろいろ見分けるところが見分けなければいけないところあるんですけれども、
はい、こういうふうな違いを持っております。はい、ではこんな感じで今日は、動画を撮らせていただきましたし、下の概要欄のところからリンクを貼ってあります。で、新しいモデルに関しては少しだけ値上がりしてますけれども、その代わり、ボレーストラップがオリジナルになったりとか、生地感であったりとか、彼らの今考える最高の形っていうのを具現化したようなモデルになっております。なので今は実際にはエコパックとエクスパック両方変えるように、モデルによっては両方変えるようになっておりますけれども、はい、そこはどういうふうに選択されるのかはご自身の中でいろいろと考えてみてください。買い手の方も売り手の方、作り手の方も、環境問題も全部が一つのパッケージになっているのがこの、はい、エコだったりサスティナブルだったり SDGs っていう風な考え方の礎になっている部分だと思いますので、はい、ぜひ皆さんで参加してみてください。じゃあ今日はこんな感じで終わります。最後までご覧いただきありがとうございました。